こんばんは、あ、間違えた、こんにちはこんにちは、久しぶり、お久しぶりですかわいい、ありがとうございます。覚えてる？覚えてますよ、鹿の鹿に当たるのは仕方ないフォーティエイトタイムズのココアさんの記事にツーショット写真が載ってた。本当に？知らなかった、私も。マジ嬉しい私も知らなかった、ココアさんの記事に。え、嬉しい。パジャマじゃないよお花の柄のブラウスだよ。9月23日完売？マジ？お話かい？本当に？え？ 9月23？ 誕生日の前日？マジ？本当に？ありがとうございます。いい、ありがとうございます。うん、これって落選星になるのか。落選出た。ありがとうございます。皆さんイベントもお話し会も応募してくださって、イベントも協力してくださってありがとうございます。ありがとうございます。花柄似合う、ありがとうございます。 STU に入って花柄の衣装を着るのが多くなりました。私服なんですけど、詳しくは18時にチェックします。おめでとう、ありがとうございます。落選通知、あ、落選通知園児コス効果、園児コス効果かな、園児のおかげなのかなそうだね、決済までがお話しかけそう。 よければあの当選した方、決済も忘れずにお願いします決済うん、誕生日くるくる、誕生日くるくるめっちゃしたい楽しみ、嬉しい。グッドタイミング、ちょうど仕事終わったとこ。お仕事お疲れ様です。熊田は、熊田は、うわ、7000石田さんありがとうございます。お仕事中ってか、お仕事お疲れ様です。熊さんとはありがとうございます。ありがとうは、毎日ありがとうございます。スクショしているので、お礼をまた書かせていただきます。ガワさん、これ何のギフトだ？これ何のギフトだ？ダイヤモンド、宝石ありがとうございます。ちょとみちさん、ハートありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。完売もタワーも、ありがとうございます。こんばんくるくる、4人同時に始まっていくさ。私とりおつんとノアピー、あずみんもかな、え、研究室の4人決済するまでがお話し会お願いしますありがとうございます。くるくるポーズは少し恥ずかしい、こうやって恥ずかしかったらこうやってちっちゃく天心 vs タケルの感想を聞きたいんだけど、お父さんの話会ありますか？お父さんの話会、
聞いときますね。天心さんが勝ちましたよね。勝たれましたよね。いい、見てはないんですけど、お金を払って見てはないんですけど、いい試合だったという情報は仕入れました。何歳になるの？次で7歳かな。あ、安住もこの時間にやってるんだ。安住伝わるわけがない。安住お話会ノリで申し込んだら当たってしまった。ちゃんとちゃんとお話しましょうね。キャンセルしちゃう。9月23のやつ半分くらいしか挑戦しなかった。マジ？んー、半分だなんて。そんな応募してくる、ありがとうございます。こんにちは、初見です。初見ありがとう、フォローよろしく。あずみカラオケ何歌ってるんだろう。あずみのあれ聞いた、この前なんだっけ、ピョクレコーションも聞いたし。ノリは大切、決済大事。確かにノリも大切かも。ノリ大切。カメラ目線、そうカメラ目線ハマってる。ちょっとでもさ、コメント読めないけどさ、こうやってやったら。キャンセルはしない、するとしたらドタキャンしないけどね。ありがとうございます。嬉しいです、嬉しい限りでございます。そう、待ってよ、ありがとうございます。誕生日前日、朝4時に起きたけど途中で寝てしまって朝足に見れなかったです。4時に起きたんですね。そりゃ眠くなっちゃう、眠くなっちゃいますね。それは見れる時に見てくださるだけで嬉しいです。エンジパワーと誕生日前日パワーやばい、エンジやばい、エンジやばい。昨日は友達と外で鬼逃走中ごっこやった。いいな、楽しそう、逃走中ごっこ楽しそうだな。大丈夫だけど18時にちゃんと確認しよう。そうですね、一旦落ち着いて確認大事、落ち着いて確認 しときます。18時トニさん宝石ありがとうございます。あっちゃさんレインボースターありがとうございます。宝石の季節に入ったのかな、宝石のギフト。逃げ足早いの、普通に走るよりはなんか誰かに追われて逃げる方が速くなる、足が。それはみんなか。こんにちは、お帰りなさい。こんにちは、ただいま。朝ぶりお話し会789初めて申し込んだ。9月はなぜか落選かな、して1枚しか投資しなかった。ありがとうございます。7月も8月も9月も応募してくださったんですね。ありがとうございます。たくさんお話しましょう。あれ、ここも完売みたいなことがたまにある。あ、そうなんですね。皆さん本当にありがとうございます。外を歩いて汗かいた後電車の冷房で風邪ひきそう。あ、なんかそれあるあるな気がする。夏汗かいて電車乗ったら寒いよね、超寒い。近々かわいい過去小声。ありがとうございます。小声ありがとうございます。
くるくるに追いかけられたいかな。追いかけます誰かに追われるのは怖い。なんか鬼ごっこで追われるみたいとかだったら速くなるとか、なんかこういうのがうまい、なんかみたいな、フェイントかけるのがうまい私は6時15分のしゅんちゃんさん、あ、名前読んじゃった初見ありがとうございますありがとう、大声で言っとく、確かにありがとう、ありがとう。くるくる足早いん、遅いけど鬼ごっことかは逃げれる気がする。足は10秒だよ、 50m10 秒。やばい、体育祭もさ近いんよね、楽しみ乾杯に乾杯、いかん、一人だけまだダジャレが一人だけずっとダジャレが頭の中に染みついている。乾杯に乾杯、それいいね、そのダジャレ。で次 50m 走測るってなったら誰かに追いかけてもらおうかなところで昨日夢で見つけれなかったんですが、ちゃんとアクスター近くに打ったのに、あれおかしいな、夢に、私は行きました、はい、記憶にあります、皆さんの夢に出た記憶があります。くるくるに追いかけられたら全力で立ち止まるぶつかるよってなるところで昨日夜リオツと何話したの、あ、昨日の夜、そう、お風呂入ってお風呂上がってスマホちょっといじってたら12時50分くらい夜のにリオツンから電話かかってきてお話しましたよ、いろいろそんななんかやばい話ではないよそう、 50m10 秒、そうだよまだダジャレ言ってるの誰じゃ、あ、もう一人ダジャレ言ってる方いましたね夢でかくれんぼしてました完売が正式に確認されたらまた演じコスの再演はありますかまたしちゃってもいいんですか、飽きませんか皆さん、私の演じ飽きませんか、最近他のルームではダジャレ好評です、多分、お、好評、どんどんいろんな人にも広めていってくださいダジャレを。遅くまで起きてるんだね、そう、ちょっと遅くまで起きちゃってます、これが癖づいてるから本当に早く寝ないといけない。10分くらいに話したリオツンと、10分、深夜に10分、私服だから開けないよ、あ、そっか、私の演じ私服なんだった、今日はちょっと普通の服のコスプレしてます、普通の服のコスプレフ移動で引率の愛子姉さんと話せましたか引率小島愛子さん、愛子じさん、あの私があの新幹線の中でもう爆睡しててもう死んだように寝ていたんですけど、で広島駅に着いても寝ちゃってて起こしてくださいました、愛子じさんが起こしてくださって
肩トントンってありがとうございますって言いました。何回もありがとうございます。次はぜひ JK になって、あ、 JK になるのもいいね。確かに JK になろうかな。 JK なんかね、制服っぽい持ってるんだよね、コスプレ。なんだ、2時間くらい話したのかと、 STA の未来についてとか。でも時間があったらまた長く電話したいね。ツンツンツンリオツンツンツン。あら、ゆかちゃんまた可愛くなってる、嬉しい。毎日可愛くなれるように頑張ります。可愛いブラウスたくさん持ってる。そう、配信とかイベントとかもあるから、たくさん買おうと思って買っています。可愛いの。10分だとお話し会の券40枚か。確かにそういう計算になるんか。40枚、すごい。40枚。僕も愛子じさんに起こされたい。愛子じさん優しかったですよ。肩トントン、めっちゃ優しいんですよ。なんか新幹線の席が、もう剣がちょっとなんかその座る座席があれで、後ろにリオツンとノアピとアズミンがいて、その前の席に、前の座席に私と愛子じさんがいたんですけど、愛子じさん、うん、空席私だったんですよ、その席の券の番号が。それで間が空いてたから、間が空いてた時に、あ、荷物置いていいよって言ってくださって、ありがとうございます、荷物置いていいよ。ありがとうございます。ちょっと控えめに置きました、荷物を。リアル JK の JK コスしちゃおうかな。コスプレって言わないか、確かに。アッシュには何年くらいいたの？アッシュは5年目でした。今年で5年目だった。中1に入ったくらいかな、中1の4月。愛子さんの2期生モノマネは絶品よ。この生で見たいですね、見たいです。リンコさんはどこ、リンコさんは行きがリンコさんと隣で、帰りが愛子じさんと隣でした。そう、行きが、行きはね、どういう座席だったっけな。前がお決まりさんだった気がする。私の前がお決まりさんだった。もう5年はプロ、プロくるくる、プロくるくる。そう、なんかでさ、そのダンスの先生にさ、そのステージに立つ時は10年ぐらいやってる、自分がその10年くらいもうステージに立ってるプロだと思ってやりなさい、ベテランだと思ってやりなさいって言われました。全員ね、研究生4人にこう話す時に、みんなは芸歴何年って聞いてて、10年です10年です10年ですって言って、私たちは芸歴10年と思ってやるっていう、いう脳みそでやってます。MC は2ヶ月の初々しい感じでいいですって言われた。くるくる、セーラー服衣装持ってたりする？持ってます、セーラー服。あの、そのアクターズの時に
世界には愛しかないよユニットでやったんですけど、それがそのたまたまあずみんとリオツも一緒にユニットやってて、みんなね同じ JK のコスプレ持っとんよ。すごくない？すごい私荷物ですって隣にずれればよかった。確かに、あ、私荷物なのでアイコデさん隣に座っていいですかあ、眠たいな、肩に目はいいですか？目は悪いです。 JK コスで待ってよ、月曜日の朝スカート切られた、うとうとシュール、待ってそれやりたくなってきた、月曜日の朝それやりたい。ちょっと仕事に戻ります。多分今日はこれで最後です。またね、お仕事頑張ってください。ありがとうございます、来てくださってリンコがリンコさんって呼ばれてるのに違和感しかない。本当ですか？リンコさん、リンコさん、お話し会でリンコさんにくるくるちゃんの隣だと自慢された。そうなんですか私も嬉しいんですけど、リンコさんの隣でここでマウントを取ります。隣でした一言も話さんかった愛子でさんと。なんか新幹線の中って結構プライベートな感じやん、わかる？なんかもう個人のあれに入るみたいな、寝る人は寝るし、なんか食べたかったら食べるし、スマホ見たかったらスマホ見るしみたいな感じだから、あんまり話しかけない方がいいかなと思って話しかけませんでしたこれも空気を読んで話しかけなかった。なんか怖くてとかじゃなくて空気を読みましたいいね、月曜日の朝に月曜日の朝歌おう、いいですよね。月曜日の朝スカート切られた、通学電車の誰かにやられたんだろう。歌うとき真顔、どこかの暗闇でストレス溜め込んで、欲しいだ、いい配慮よかった正直心の中ではめっちゃ話したい、めっちゃ話したい、先輩とも本当にめっちゃ話したいんですけど、でも空気はねちゃんと読んでいこうかなと読んでいますよ。マサオさん、さくらんぼありがとうございます。マニュエルさん、宝石ありがとうございます。おしずしさん、だるまたくさんありがとうございます。山地さん、宝石ありがとうございます。あ、おしずしさん、ハートもたくさんありがとうございます。だるまもありがとうございます。トニさん、エメラルドグリーンありがとうございますそうそう、特技、やっぱり特技なのでワイも新人の頃、東京行く新幹線部長の横で挨拶だけしてネタフリしてましたネタフリするよね、やっぱりなんか気まずいしね、ちょっと静かだしうん、確かに確かに騒がしいのも。愛子寺さん寝てなかった気がする、うん、寝てなかった気がする。でも私常に寝てたから私が寝てる時の様子は分かんないけど、たまにこう目が覚めるんですよ、やっぱ体勢きつーと思って目が覚めて、であのパーカーをこうかぶってるのでやばいと思って、こうやってパーカー外したら起きてらっしゃった、その時は。だから寝てないのかもしれない。自分から先輩に話しかけてはいけないルールあるの？あります、あります。なんか話しかけちゃいけないんですよ、そう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 おとつい配信中、サーヤンさんが近くにいてすごく話しかけたがってて、もう本当に最近その全然会えてなかったので、久しぶりに会えたし喋ってなかったので
すごく喋りたくなっちゃいました。でも新幹線じゃない、その帰りのバスも隣に座れて幸せでした。ネタフリくるくるならネタ振りの間違いではネタは振りませんよ。でもネタ振りはしますよ。ネタ振りのネタ振り、あ、アジサイじゃないよ、朝顔、違う、アジサイだ。よっちゃんさん、結婚して、結婚してありがとうございます。トニさん、アジサイありがとうございます。話しかけたそうな仕草を研究するしか、本当になんか視界にちょっとでも入ってこう。するしかないですね、研究。あ、ちなみにアイコさんアバターです。え、このアバターずっと可愛いなと思ってました。ヘタレたちよ、違うか、可愛いこのアバター。初見で即フォローしてよ、ありがとう、嬉しい。隣でずっとニヤニヤしてたらちょっと怖い。そうだから隣でその高尾さんが座った時に表情に出しちゃいけないと思って、こう全くめっちゃ好きなんですけど全然普通ですよっていうオーラを出しました。こう、あ、お疲れ様です。でも心の中では嬉しかった。今現在一番仲良い先輩？え？わかんない、仲いいのかな、私からなんか勝手に仲いいっていうのもさ、ちょっとなんかさ言ってんのかわかんないけど、でもその最近結構話すようになったのは海子川さんがめっちゃ話しかけてくださって、これも頭ポンポンされました。ゆうかちゃんで可愛すぎる、本当に嬉しい。アバター変えれますよ。そう、なんかプロフィール、アバター編集みたいな選べますよ。あ、韓国のアイコジさんのファンの方が作ったんですね、すごい、うまっ、絵がうまい。お宅のニヤニヤはしなかった、そう、しませんでした、やりました。待ってよ。押し寿司さん、かわいい、ありがとうございます。つなまよさん、ハートたくさんありがとうございます。キャトルさん、ハートありがとうございます。相馬小太郎さん、エメラルドありがとうございます。津田まやさん、たくさんハート、アジサイありがとう、お疲れありがとうございます。話したことないけど気になってる先輩、話したことないけど気になってる先輩、でも皆さん優しくて結構話しかけてくださるので話しますね。ちょっと前の配信の時に宇都宮りねさんがコメント、配信ツアールームでコメントしてくださったの嬉しかった。まだ引きずってる、嬉しいの。引きずりすぎ。NMB の友達綺麗な子だね、おしもしした。嘘、え、本当に可愛いんですよ、桜田彩香さん本当に可愛いんですよ、顔も超小さくて、しかもめっちゃ優しいんですよ、全然、でもおしもし
いいですよ。いいですよ。でも私のことも見ててくださいね。くるくるとリコチさん混ぜたらすごいことになりそう。本当に？ナオピとリコチさん結構すごいけど、でもリコチさんにお尻いつか触れるのかなと思ったら楽しみに。あ、これホタル？もしかしてこれってエメラルドグリーン、これホタルか？たくさんありがとうございますホタル。定時終わり、星投げ間に合った、ありがとうございます。星投げ嬉しい。そう、リネさんがコメントしてくださった時はもうハッピーでしたね。星集めいって釣られるの頑張って耐えたぜ。誰にも言わないけど、おかえりなさい。星集めお疲れ様です。ありがとうございます。そのプニプニほっぺもらいに来ちゃった。あげます、あげます。うん、岡山だよ。桜大工さんは岡山の人。リネさんとお話しました、直接。大阪の話し会の時に、あのショールームコメントありがとうございましたって言って写真を撮ってもらって。嬉しかった。村上水軍の松井ってことでツイート拡散していいんだよね。本当に大丈夫です、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。村井桃さん、桃ちゃん話したことあるよ。そう、あのさ、見せようと思ったんだけどさ、待って、今、うわ、時間45分ってマジ早いよね。桃ちゃん話したことあるよ。オーディション一緒だったしね。私さ、スプラッシュの T シャツ持ってんだ。ももちゃんのサイン、あずみちゃんのさ、昔のサインもあるんよ。ラブって、あずみちゃんからラブいただいてる。このサインもらった時はまだあずみちゃんとね喋ったことなかった。エメラルドグリーン、バックナンバーじゃないんだから。エメラルドのシャドド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 ド、鏡の君の正体を夢見る僕の切なさ。くるくる NMB のメンバーの中で一番好きなメンバー、桜田彩香ちゃんも好き、塩月圭人さんも好きですよ。これ全員のサイン入り。いいでしょ。しかもね、これちゃんとお金払ってもらったの。お金払ったよ私。自分のお金で買ったの。ピンクのトトロさん、タコたくさんありがとうございます。トトミチさん、ハートたくさんありがとうございます。エースのワンペアさん、レインボースターありがとう。山地さん、ホタルの光ありがとうございます。あっちょさん、これはなんだっけ、ダイヤモンドありがとうございます。あ、ホタルの光もありがとうございます。竹本さん、ダイヤモンドありがとうございます。そう、喋ったことないのにラブとか書いちゃって、書いてくださっちゃって。いいでしょ。ちょっと、しかもね、あずみんとまだ喋ったことない時だったからね、それもなんかエモいよね。今同じグループとかエモくね、めっちゃエモい。めっちゃエモい。うん、姫たんさんとはないですね。中本姫香さんとはピオニーしか。嬉しい、ピオニー、千穂さんも、アリサさんも先輩。サヨさん、サインはね、ちょっともらえないですね。私はお金を払わせていただきます。そうそう、僕もお金払って、おとついはくるくるとお話ししたよ。ありがとうございます。お金を払ってわざわざ会いに来てくださって嬉しいです。嬉しい、本当に。
ね、同じグループエモいよね。中本鈴香さんもらってないです。あのね、かぶってもないアクターズスクールのあれがかぶってもないからそうそうなんですよ。なんかすぐ私好きになっちゃうので、もう頑張ってるさ、頑張ってる女の子とか見たらもうすぐファンになっちゃうからスプラもスプラッシュ、あのアクターズスクールのユニットでスプラッシュがあるんですけど、それももう推してましたね。私は同じスクール生なんですけど推してました、正直STU の元ピオニー4人であなたと島根を歌う世界戦、え、そんなことあったらエモいよね。やってみたいけどね、めっちゃやってみたいそんなことあったらすごい。みんなとお話できて払った金額の10倍くらいは価値がありました。嬉しい、それそれめっちゃ嬉しい。だってさ、なんかあんまり使えなかった、なんかお金払ったけどあんまりだったなって言われたら悲しいからそう、スクール生にもおしめいましたよ。一緒にユニットをやった、そう、あずみんとリオツンと一緒にユニットをやった時のスプラッシュの先輩も私推してて幸せでしたね それをアッシュの発表会にゲストで呼ばれて歌うとかなったらエモすぎる、やばいねそれ頑張ってる子がいるとすぐ好きになっちゃうだよね。そうだよ、頑張ってる女の子みんな可愛いからすぐ好きになっちゃうすぐ、あ、押すってなっちゃう。それでオンラインも4人の買い足した、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、ハッピーハッピーですよ。ピンクのトトロさん、タコありがとうございます。トニさん、バラありがとうございます。山地さん、ダイヤモンドありがとうございます。マスオさん、ホタルの光ありがとうございますフ4人と話せるって罠だよね、それ漏れなく全員が、あ、趣味が全員に、確かにね、なんか1回で4人と話せるって結構確かに豪華だよね、すごい、な、自分でなんか豪華とか言っちゃったらあれだけど豪華、豪華というか、うん、全員にハマっちゃうよねSTU は見に来たことあるの？あのね、あのその AKB さんの全国握手会に、広島の握手会にいた時に、それがちょうど STU の一期生さんの握手会の時だったらしくて、その時は分かんなかったんですけど、らしくてすごい出会いだなと思っています。あとオーディション、アクターズのアクターズでオーディションあるよってなった時の時に来てくださった先輩、一周の先輩と、その時あのピオニーっていうつながりで峰吉ありささんと写真を撮りましたスタジオ公演で初めて見て可愛かったので応援します。え、嬉しい嬉しい、応援してくださいそう、頑張ってる子、そう、確かに頑張ってる子しか押せない、頑張ってる子を見たらね押したくなる。おお、ほんとだ、真面目な努力家応援中、確かにかっこいい名前も五十くるくる完了ありがとう。五十くるくる一筋だと思う、お願いします、私一筋でお願いしますありがとう。帰宅途中だからまたくるくるね、お、ありがとうございます、帰るの頑張ってくださいそうそう、サンプラザ、サンプラザだよ、サンプラザ。
クロクロはメインディッシュ、ナピがデザートだった土曜日メインディッシュ嬉しいな。メインディッシュ味わってくださいましたか味わいましたか。ST u m e でサンプラザ通告学習初めて行きました。あ、じゃあ合ってたのかもしれない私もいたから、じゃあその場に合ってたのかもしれない。すごいね、エモい。もう40分か、早いな一筋噛みました、一筋縄。AKB と SKE と HKT の合同通訳で48人レース、48人レース、すごい。待って、スクショタイム。くまさん、ほな今日は最後か、またね。来てくださってありがとうございました、嬉しい。じゃあね、本当に握手会ですれ違ってたのかもしれない皆さん。絶望の1秒前さん、ホタルの光ありがとうございます。トシーさん、レインボースターたくさんありがとうございます。ゴーゴンさん、ダイヤモンドありがとうございます。アッチャさん、かわいいありがとうございます。カニフミオさん、ハートありがとうございます。待ってよ、壇上を読みたいと思います。45分って本当に早いよね、びっくりしちゃう、びっくりしちゃうわよし、13位竹本さんありがとうございます。12位山地さんありがとうございます。11位ピンクのトトロさんありがとうございます。10位トニさんありがとうございますありがとう。9位マーチさんありがとうございます。猫舌ですか、猫舌じゃないかも、猫舌カモミルティ、これ間違えた、これはこう言ってアウトオブザブルーか。8位川佐徹さんありがとうございます7位マニュアルさんありがとうございます。6位ととみちさんありがとうございます5位エースのワンペアさんありがとうございます。4位押し寿司さんありがとうございます。3位あっちゃさんありがとうございます。2位としーさんありがとうございます。1位生選手さんありがとうございます。くまさんタワーもありがとうでした、ありがとう。最後に一回自己紹介、 STO48 研究生の栗島優香です。くるくるとかゆかっぴって呼んでください。まだフォローしてないよって方はフォローよろしくお願いします。そしてあと1分、次の配信は7時から7時45分になるので、ぜひ7時からの配信も見に来てください。3週ギリギリ間に合った、ありがとうございます、3週してくださって。そしてなんだっけ、お話し会、オンライン個別お話し会の受付が18時から6時からまた始まるので、ぜひ応募してくださったら嬉しいですそれでは今回の配信も見に来てくださってありがとうございました。また来てね。バイバイ。